今パーソナリティは最近ない映画何見たんですか。映画何見た。ゴジラか。これこの間ゴジラ見たぞ。見た。そうです。ムカついたね、ゴジラ。ムカついた。そうやね。あれ、いや、ゴジラの映画ちゃうで、あれ。あれ、別のやつ、俺、あれ。ムートーいうやつ。わけわかんないやつが出てこいですよ、これ。ムートー？ゴジラ見に行ってんのに、ムートーいうやつが。え、ムートーってのが出てくるんですか？ムートーさんじゃないですよ。ムートー。ムートー。何？いや、なんかね、ものすごくクソでかいやつが、うん。ゴジラと、まあ、ほぼ。同じぐらい。お、もっと大きいかな。うん、羽もあって、うん。で、足とかもう、カニみたいに。カニやね、もう。うん。もうね、あの、グロテスクです、ね、タラバガニの化け物みたいなやつがね。うん、出てきやがるんですよ。で、そのまた腕がまたガツンって爪腕、地面をガーン叩くんで、そしたらその電磁波がブワーン出て、もうみんなもう即死や。へぇー。ごっついの出てきよんねん。それなん、それさ、放射能で行っとんねんな。体内、あれ、ミサイルを食おうの。ミサイルがもう自分のもうあれなんですよ。おやつなんですよ。おやつなんですよ。核ミサイルが。はあ、米軍核ミサイル運んどるパクってもう食べとったね。こんなんもう羽も取ったもんな。ピューン飛んできたもんね。ゴジラびっくりしたもんね。ゴジラも驚きますよ、それは。でも監督が話すと見たくなるやん。で、そのゴジラ最後にだから決戦しようんですよ、それ。最後戦う、要するに怪獣同士が戦うとね、ゴジラ対なんとかいうパターンに戻ったね、あれ。まあ、そう、VS。まあ、結局は。アメリカの映画なの？アメリカなんですか、これ。あのね、東方のゴジラはね、あんな優しいよ、まだ。あんな、俺、エレベーター出会ったら、俺のなんかもう、うん、便所の下高なんかで、ポーン。いやいや、エレベーターのサイズ。どんなエレベーターやねんか。あの、ぬいぐるみやねん。ぬいぐるみ叩くのね。日本のゴジラ。あんたちの話じゃなきゃね。頭パチンみたいな。いや、でも、ああいうの、今のアメリカのあの、ゴジラは、耐えられん顔してるぞ、あれ。あー、まあ、いかついといえばね。それで、最後さ、もう言ってしまえば。ゴジラ光線クワーッて俺それ笑ったわ、もう何やかんやいってちょっと楽しんでるじゃないのよ。いや、ツッコミ満載映画としてはね、やっぱアメリカのね、あのアホっぽいとこっていうかね、いまだにやっぱりね、あの恐ろしいものには核で対応しようみたいなさ、もうちょっと前、そんなツッコミ満載の映画なんなら、もう最後ちょっとおかしなオチを持ってこいよ。渡辺謙がね、なんかただ、あってこう顔を見し、あゴジラだって。あれ、監督今演技してましたね。そんな感じ。珍しいですね。あれやったら俺も別にダチョウ倶楽部の3人でいいと思うよ。いや、それはね。竜兵君、ゴジラだ言うてる方がよっぽど爆笑になる。聞いてないよとか言ってね。聞いてないとか言って。ムートーが出てきた、聞いてねえよみたいな。